ムセスコアは、ベルギーのブリュッセルを拠点に開発されている無料の、学府作成ソフトウェア。Windows、Mac、Linux 等に対応している。月間、または年間サブスクリプション契約することで、作成したファイルを保存できる、クラウドストレージや、iOS や Android から出ているスマホ版アプリは、使用することができる。GNU ゼネラルパブリックライセンスのもと、 オープンソースソフトウェアとしてリリースされている。リードシート、ピアノ曲、ギターのタブプ、バンドスコア、合唱曲、オーケストラなど、あらゆるタイプの楽譜を作成することができる。高価な楽譜作成ソフトとほぼ同じ機能を持ってるのにもかかわらず、無料のオープンソースソフトウェアであり、シンプルなユーザーインターフェースを特徴としている。PDF 出力による解像度は、 フィナーレやシベリウスと比べても見劣りするものではない。ユーザーのコミュニティを大切にしており、musescore.org では、ディスカッションフォーラム、無料のオンラインハンドブック、解説動画などがある。また、楽譜共有サイト、musescore.com では、ユーザー同士が、オンラインで、自分の作成した楽譜を、シェア、閲覧することができる。 姉妹品として作った楽譜を再生することができる閲覧用アプリが iPhone、iPad、Android 用にリリースされている。ただし編集はできない。エンジンに c t ウ w e b k i t を使っており、プラットフォームが違っても一貫性のある操作性とユーザーインターフェースを実現している。オープンソースソフトウェアのため、非常に多数の開発者がムセスコアの開発に携わっている。 Qt のバージョン4で開発している時には問題はなかったもののバージョン5の現在その信頼性に疑問符が付けられているバージョンアップで不可能になった技術がある採用されている Qt は5.99のままであるウェルナーシルによって開発されたソフトウェアである一般的に発売されている学府作成ソフトとは異なりフリーのオープンソースソフトウェアである ソースコードが公開されており、ユーザーによる改変が可能。1.0では、GNU リリーポンドのフォントエメンタラーが用いられていたが、3.0ではそれに加えブラビューラが使える。サウンドフォントの置き換えが可能。また、楽譜を PDF、SVG、PNG できれいに出力することが可能であり、音声ファイルとしても WAV、AG、 フラッグの形で保存することが可能である。大きな特徴は、楽譜ファイルを、さらに圧縮した、圧縮楽譜ファイルの形で保存が可能なことにより、多くのファイル数を作成しても、フィナーレやシベリウスの数分の1で、保存が簡単な点がある。代表的な楽譜作成ソフトと比べると軌道の遅延問題が指摘されているが、開発が、 各国のユーザーで展開されることや Qt のバージョンアップにより改善されることが望まれている。多言語展開がなされている。Qt の描画機能によっているためにバージョン後完成はほとんど全くなく3.0、ナイトリーで2.3、1以前の楽譜を開くことはできるものの、レイアウトは完全に崩れる。 ナイトリーバージョンは日々更新されているものの原則として Mac から開発されている。Windows 版や Linux 版のナイトリーも入手できるが動作は保証していない。もともとはドイツ人のウェルナー・シュルによって作られた Linux 用ソフトウェア、ムセのフォークとして2000年代初めにスタートしたプロジェクトである。当初はムセ自体に楽譜が作成できるオプションを追加しようとしたが この機能を学府作成ソフトウェア、無セスコアとして独立させる方が良いという考えに至った。当初は Linux のみでの開発であったが、フランス人のニコラス・フローマンがチームに加わり、バグの修正と Windows、Mac でも使えるようにソースコードを移行する手助けをした。その後3人目の開発者である、 ベルギー人のトーマス・ボンテが加わり、ウェブサイト musescore.org と musescore.com、そしてコミュニティの運営を担当している。現在、本社オフィスはベルギーにあり、その他、フランスやドイツにも支部が存在する。日本国内では2019年から、ギタリストの萩原健也とエンドースメント契約を交わし、 ワークショップなどを開催している。2021年2月8日現在のバージョンは3.62である。3.6から新規フォントとして、エドウィンとリランドが追加された。ありがとうございます。